皆様こんにちは、箱根の写真屋さんです。今日雨すごかったみたいですね。箱根の方は全然降ってなかったんですけど、なんか日中北関東の方で土砂降りだったりとか雷雨がすごかったって言ってましたね。皆さん大丈夫でしたでしょうか。で、安定の今仕事終わりなんですが、さっきまで雲が多くってちょっと今日外の撮影難しそうかなって思ってたら、さっき調べたらね、日中は雲がかかってたんですけど、夜になって富士山の雲が切れたっぽいので、じゃあこれ星の写真撮りに行けんじゃないかと。なのでちょっと行ってみないとわからないんですけど、これからちょっと星の写真撮りに行ってみようかなと思ってます。はい、目的地に到着しました。さあ外の様子はどんな感じでしょうか。あー、星もね、どうだろうな、これ撮れるかな。ちょっとトライしてみます。さて準備はできました。ちょっとねメディアがねヒヤヒヤでしたね。入れたらエラーっていうか、なんかカードが壊れてる的な感じで一回表示出たんでね、いやマジで終わったってちょっと思いました。でね、テスト撮りでもね富士山っぽいのがね見えますか。これ多分ね後でね見たらちゃんと見えるとは思うんで。でね、今日は流星群も来てるみたいなんでね、ちょっとそのあたりも絡めて短い動画みたいなのもできたらいいなと思ってます。じゃあちょっと撮影の方していきたいと思います。で今回撮影なんですけど、ですね、僕あんまり星の方はね詳しくはないんですけど、ちょっと僕の友人でね星空メッセンジャーっていう職業の方がいるんですよ。佐々木くんっていう子なんですけど、彼からね前に星の撮り方を教わったりとか、あとはちょっとね自分でもいろいろ調べてはみたんですけど、あ、これだこれだ、このねインターバルタイマー撮影っていうのをね使ってねいろいろ撮れるみたいなんです。はい、ピントの方もね確認撮れたんで、じゃあこれでちょっと本ちゃん撮影行ってみようと思います。これだ、撮影開始っていうのを。この撮影モードどういうものかって言いますと、星空の写真なんですけど、暗いんで今6秒っていうシャッタースピードでやってます。でそれをねもう間隔空けずにどん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 カメラの方で連写してくれるっていうものですね。で最終的にこれをコンピューターの方でつなぎ合わせて一つの作品にするという流れです。なのでしばらくはもうこのままカメラが自動で撮ってくれるような感じですね。こちらはもう見守るしかないという感じです。さてお疲れ様でした。無事多分撮れたと思います。結構ね後半星見物の人ですかね、いっぱいなんか車来て、多分ね先の大観山のパーキングなんかにも相当人いたんじゃないですかね。まあ僕見てる限りでもだいぶ星も流れてたんでね、今日ペルセウス座流星群でしたっけ、曇りかと思ったら結構綺麗に見えたんでね良かったです。あとはこれが写真や動画でいかに表現できてるかどうかってところですが、ちょっとじゃあ家に帰ってパソコンとにらめっこしようと思います。